こんにちは、すなすけです。今回はちょっとね、キューズモールに来ています。ではい、こちらキューズモールって書いてますね。アベノキューズモールにね、今回は来ていますね。はい、で今回なぜね、アベノキューズモールに来たかっていうと、この間もここに来て、でちょっとね、お店を見て回ってたらすごくいい商品があるのを発見したので、皆さんにもね、それを紹介したいと思って今回は動画を撮ることにしました。じゃあ早速そのおすすめの商品、皆さんに紹介したいと思います。はい、じゃあ今回はね、こちらキューズモール3階にある吉田商店さんに来させていただいています。こちらは駄菓子などね、いろんな懐かしいお菓子とか扱っておられるお店で、すごいね、魅力的で、私もちょっとお菓子の方見たくなるんですけど、ね、今回紹介したいのはこちらです。じゃん、お菓子屋さんに筆塗りのね、ペイントセット売ってあったんですよ。これ見つけた時めっちゃテンション上がってね、ほんとびっくりしたんですけど、見てください皆さん、フィギュアと筆、そして塗料まで入ってるんですよね。すごい、こんなね、筆塗りセットが売ってるなんて思わなかったので本当にびっくりしました。こちらお値段ですね、このワイワイペイント恐竜734円で売られてます。すごい値段もね、お手頃で楽しそうね。私今からこちら購入して帰ってね、塗ってみたいと思います。じゃあ購入しに行きましょう。はい、じゃあこちら購入してきました。あー、楽しみですね。じゃあ今からね、寄り道しつつ家に帰りたいと思います。いや、喉乾きましたね。水分補給ですよね。だって飲み物って太らないですよね。うん、じゃあ帰ってきました。これですね、買ったやつ。じゃじゃん。はい。ペイントセット。あんなところでね、ペイントセット売ってるなんてね、本当にびっくりですね。いやー、筆塗り来てるなー。すごいなー。お、後ろに、このペイントセットのね、種類が、ペイントセットの中に入っている恐竜の種類が載ってます。見てください。ほら、こんなに種類あるんですね。4種類恐竜がいますね。わ、いいなぁ。結構でかいやついますよね。ティラノサウルスとかいいな。恐竜フィギュア1体とアクリル絵の具6色、筆1本ですね。これだけあればね、しっかりペイントで遊べちゃいますね。この絵の具は水性アクリル絵の具になっております。絵の具の特性上、通常の水彩絵の具に比べて乾燥時間がとても短くなっております。って書いてあります。乾燥時間が短いらしいです。へぇ、乾燥時間がとっても短いけれど、ん?完全に乾燥するには45分から60分程度必要と書いてありますね。45分から60分?長くないですか?え、長くないんですかね?これって、どうなんですか?で、重ね塗りをするときはね、下地が完全に乾いたことを確認してから行ってください。うん、これ下出るカラーとかも一緒ですよね。乾いてない状態でね、塗り重ねちゃうとね、下のね、塗膜がね、ベリって剥がれたりしますよね。改造するなって書いてますよ。本体の改造は絶対にしないでください。改造しちゃダメなんだ。恐竜本体は安全性を考慮して柔らかい素材になってます。安全だけど改造するなということみたいですね。へえ、なんか匂いがする場合があるとか書いてますね。多少の臭気がある場合があります。人体に害はありません。匂いがする場合がある。時々匂う。うん。匂いが気になる時は2、3日天日干し
してくださいと。天日干し。もうじゃあ開けてみて匂いがした場合はね、天日干しした方がいいのかな。でも私あんまり匂いとか気にしないので、まあいいでしょう、いいですよね。で、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。はい、危ないですよね。小さい子ってね、何でも口に入れちゃいますもんね。もしね、間違って飲み込んじゃったら危険なので、ということで、3歳未満のお子様には与えないでくださいということがね、すごい何度も書いてあります。対象年齢は6歳以上ってなってますね。でも6歳から触れるんだ。お、表に親子で楽しく遊ぼうって書いてありました。あ、家族の絵とか書いてありますね。家族でわーいってなってますね。へー、楽しそう。で、このね、横、箱の横側、こうやって色を作りましょう、混色しようっていうことが書いてますね。こういう割合で混ぜたらこの色できるよって。すごい、色の勉強にもなりそうですね。じゃあ開けてみましょうか。恐竜フィギュアに自由に色を塗ってみよう。いや、いいですね。自由に色を塗ってみようっていいですね。好きに塗ってもらいたいっていうのがね、結構売りなんですね、これは。このね、もう見本の写真がまずね、恐竜っぽく塗ってませんもんね。もうお絵かきしちゃってますもんね、恐竜に。いや、いいと思いますよね、こういうの。じゃあ、開けましょう。こういうの開けるの雑なんですよね、私。力ずくで開けてしまう。お、よし、綺麗に開いた。硬っ。開かない、出た。よし、OK。じゃん。背景綺麗だな。ジャングルの中のようなね、感じで。いいですね、雰囲気出てますね。恐竜フィギュアはね、こんな感じで真っ白のね、恐竜が1体入ってます。意外に重いです。結構ずっしりしてますね。まあね、この動画ではこの子塗っていくってことですよ。で、あとは筆とカラーが入ってますね。筆、中ぐらいのサイズの平筆が1本入ってます。こうね、毛は固めかな、ちょっと硬いかなって感じですね。あとはカラーですね。こんな感じで全部くっついて6色ですね。赤、黄色、青、緑、白、黒と、結構基本の色が入ってる感じですね。じゃあね、この動画では、お、匂いしないわ、匂いしない、大丈夫だ、天日干ししなくていい。はい、じゃあこの動画ではもう下出るカラーとか、いつも使ってるタミヤの筆とか一切使えません。この付属のカラーと筆だけを使ってこの恐竜フィギュア塗っていきます。どんな感じで色乗るんでしょうね。だって下地スプレーとかも吹かないんですよ。でもモールドがすっごい細かいので、いい感じになるのかな。早速塗っていってみましょうかね。塗っていきましょう。水とパレットは用意してあります。ちょっと塗料がね、どんな感じになっているのかすっごく気になるので、開けてみましょう。何色開けたら分かりやすいのかな？赤色開けようか。硬い。硬い？反対だな。反対やった。はい。見えます？こんな感じ。これ固まってるんじゃね？って思うんですけど。使えるの？これ。怪しいぞ。ほら。指で触ってもほら、つかない。指につかない。これぐらい固まってる。え？これ使える？他の見てみる。見てみよう。あ、他のは柔らかい。あ、クリームっぽい。あ、手にもちゃんとつく。他の色はこんな感じでね、ちょっとクリームっぽい。ちょっと固めのね、ホイップクリームのような感じで、なってますね。なんか赤色が怪しくなってきたぞ。他の色は、全部ね、クリームっぽい感じですね。うん。赤以外は全部、ホイップクリームって感じです。この赤やばいんじゃないか？水で溶かしたら使えますよね、きっと。じゃあね、この塗料を使って、この6色のね、色を使って、恐竜フィギュア塗っていきます。この塗料をパレットに出してみた感じ、どんな感じかっていうのね、あとは色の乗り具合とかもね、見せていきたいと思います。じゃあね、この塗料をパレットに出してみましょう。どんな感じになるのかな？だってこれ、このセット、1個700円台でしたよね。すごいお手頃なので、塗料はどんな感じなのかな？塗料って呼んでいいの？これ。絵の具？怪しかった。赤色出してみよう。
これ下出るカラーでね、この状態のだったらね、即返品しますよね。それにつかないぞ指でほじくり出してみようか。よし、手で持てる。この塊はい、塊を水で無理やり溶かしたら案外ね、ちゃんと色出ましたね。よし、これ塗ってみようか。塗るのかな。おお、ほら結構色乗る。あ、なんか楽しい。なんかお化粧してるみたいな感じがする。お化粧でこのほっぺにチーク塗ってるみたいな、いや、あの感じに近いな。青色で塗りたい。続きをね、青色で塗っていきましょう。今度はね、筆のお尻の方で取らなくてもいけそうだ。こういうもんなのかな、なんかすごい硬いんだよな。よし、水で薄めましょう。すごい筆にまとわりつくんだけど、こんな感じ。この上に重ねられますかね。どうなんだろうな、行ってみようか。おお、隠蔽力高っ。もうだいぶ濡れましたよ。早っ。なんか本当にね、なんかお化粧してるみたいな感じに近い。だいぶ濡れた。体半分濡れた。早っ。え、早っ。すごっ。ほんと舐めてたな。舐めてたわ、マジで。え、これなら、ちっちゃい子でもね、うまく塗れると思うんですよ。わ、これ子供の時こんなんやりたかった。え、だって私恐竜とか、恐竜のこういう人形ね、持ってスーパー行ったりとかよくしてたんですけど、これ自分で色つけたものを大事にね、宝物としてね、持ってたらなんかいいですよね。なんか薄め具合とかもうほんと適当です。感覚というかね。かっこいい。目緑入れれるかな。私の考えはこうする。こんな感じ。先にこうやってドサッと緑をのせる。歯とかももう緑入れちゃおうかな。これ口の中塗れない。口の中塗れないな。よし、もうこんな感じで OK。 でこうやって緑をベベッと塗った後に、はみ出したところをね、青色でね、重ね塗りしたいですね。で、瞳の緑だけを残すようにね。あ、いいいい。よっしゃー、ベタ塗り終わりー。え、もう十分じゃないですか？超かっこいい。ここにあと一工夫して仕上げたいなー。やっぱりハイライト入れていくのがいいかなーと思うんですけど、ちょっと混色してみましょうか。なんかこんな感じの駄菓子ありましたよね。なんか駄菓子みたいな。美味しそう。名前忘れちゃったけど。なんかこの感じで、ちょっとドライブラシ的なね、使い方したいな。ドライブラシ的なことちょっとしようと思います。この筆はちょっとね、毛が固めなので、できると思いますね。はい、明るめのね、アウル作りましたね。ちゃんと混色も綺麗にできます。ちょっと毛がね、固めなのでね、この周りにピシ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 ね、色がね、飛んじゃうんですよね。わー、色が、
やっぱ色がしっかりつくな。もっと拭き取らなきゃダメだな。だいぶ白に近いのでね、この緑部分もこの色でやっちゃったらいいかなって思います。え、これで完成でいいんじゃないですか。十分ですよね。ペイントがね、終わったものがこちらです。綺麗な色ですね。塗るのめっちゃ楽しかったです。はじめはね、カラーの蓋開けた時に赤が固まってるってなんかね、ブツブツ言ったんですけど、結局ね、パレットになしで水で薄めたら使えましたし、うん、よかった。でね、私このね、ペイントセット安かったので、色もね、全然塗らないんじゃないかとかね、思ってちょっと舐めてたんですけど、うん、がっつり色塗るし、すごい塗り心地も良くて、あと筆もね、良かったんですよ。結構毛が抜けたりとかするのかなと思ったんですけど、全然毛も抜けないし、うん、平筆っていうのがまた良かったです。塗りやすかったです。でちょっと毛がね、固めの筆だったので、ドライブラシをね、かけることもできました。優秀ですね。まあこのね、ペイントセットの箱に書いてたんですけど、まあ家族で楽しもうみたいなこと書いてたんですけど、本当にね、小さなお子様とかとね、遊ぶのにはもうぴったりだと思います。だってこんなね、立派なフィギュアをね、自分で色つけれるなんて楽しすぎません？これ私、自分が小さい時絶対やりたかったんですけど。でね、ちゃんとカラーね、混色もできて、自分の好きな色作れるっていうのもね、また楽しかったですし、色をね、学ぶきっかけにもなるかもしれないですね。この色とこの色混ぜたらこういう色になるんだとかね、学びにもなってすごくいいと思いますね。ということで今回はね、こういったものを塗りました。もっと他の恐竜も塗ってみたくなりましたね。あとはね、やっぱり下出るカラーとか普段ね、使い慣れた塗料とか使って、もっとね、リアルな感じで塗ってみるのも楽しそうだなと思いましたね。はい。いや、まさかね、あんなお菓子屋さんで、筆塗りのね、ペイントセット売ってるとは思わなかったですね。はい。すごいな。今回はね、700円台で買える筆塗りペイントセットを使って、ペイントにチャレンジしてみました。本当に楽しかった。はい。そしていいものもできましたね。はい、こういった商品がね、もっとたくさん出てね、筆塗りがね、もっと盛り上がればいいなと思いますね。皆さんもね、近くのね、どういうとこに売ってるんだろう。お菓子屋さんなのかな、売ってるの。雑貨屋さんとかでも売ってるんですかね。どうなんでしょう。まあ、皆さんもね、このワイワイペイント恐竜のね、この商品、どっかお店で見かけたら購入して遊んでみてください。はい。筆塗りがね、すごく手軽に楽しめるいいアイテムだと思います。はい。じゃあそういうことでね、はい、今回はこの辺で。じゃあねー。またねー。